え、どうしてないの？私が家族旅行から帰ると、私の高級時計がなくなっていたのだ。あなた大変。泥棒よ。すぐに通報しなきゃ。や、やめろ。母さんに家を貸してたんだ。は、もう警察呼んだよ。私の名前はのぞみ。32歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して2年になる。私たちの出会いは友人が開いてくれた合コンだった。長年付き合っていた彼氏と別れて、昇進状態だった私を心配して友人が合コンを開いてくれたのだ。そこで出会ったのがまさとだ。彼は爽やかで優しい雰囲気で、話しやすかった。それでも最初は、特に恋愛モードにはならず、新しい男友達ができたという感覚だった。それから彼と連絡先を交換して、仕事後に飲みに行ったりするようになった。私が特に恋愛をするつもりがなくても、彼は定期的に飲みや食事に誘ってくれた。そして、恋愛をする気分になるまで待つと言ってくれたのだ。そんな風にアプローチをされては、私も彼のことが気になってくる。そうやって意識しだすと、彼のことがどんどん好きになっていった。そして彼から告白されて、私たちは付き合うことになった。それから交際を続けて2年後に、私たちは結婚。結婚して2年が経った今も、私たちはラブラブだ。まさか、こんな風に運命の人と出会うとは思わなかった。それくらい夫との生活はとても楽しかった。だがそんな大好きな夫との生活にも、少しだけ不満がある。それは義母についてだ。義母は一人息子である夫のことを、溺愛している。しかも私は結婚の挨拶の時に、かなり義母から敵視された。あなたがマサトをたぶらかしたのね。まったく。こんな地味な、どこにでもいそうな女に引っかかってしまうなんて。義母はそんなことを私に直接言ってきたのだ。その時はちょうど夫がトイレに行っている時で、義母は私と二人きりの時を狙ってきていた。私はどう返していいかわからず、うつむくことしかできなかった。そんな私を見て、義母は勝ち誇った顔をして笑っていたのを覚えている。義父はその時は急な仕事が入ってしまい、結婚の挨拶の時には会えなかった。両家の顔合わせの時に義父と初めて会ったのだが、義父はとても私に優しくて安心した。だから私にとっての悩みは義母だけだったのだ。その義母が厄介で、よくアポなしで家にやってくるのだ。そして私の家事についていろいろと文句を言ってくる。ちょっと、のぞみさん、部屋が汚いわよ。え、ちょっとお母さん、何勝手に私の部屋を開けてるんですか？姑として嫁が家の中をすべてちゃんときれいにしているのか調べなきゃいけないでしょう。そう言って、勝手に家のいろんな場所を調べ始める義母。私が止めても言うことを聞かず、どんどん家の中の至るところを開けていく。やっぱりね、クローゼットの中とかも汚いと思ったのよ。お母さん、いい加減にしてください。結婚して私たちは家族となりましたが、それでもマナーや礼儀というものは持つべきです。勝手に私の部屋の中に入らないでください。私がそう言うと、義母は目を見開いて怒った。あなた、嫁のくせに生意気よ。どうやったらあなたみたいな常識のない人が育つのかしら。きっと、親から十分な教育を受けてこなかったのね。義母はそんなことを言って私だけではなく、私の親のこともバカにしてきた。常識がないのはどっちですか？お母さんこそ、人の家の中を勝手に漁るように。親から育てられたんですか？はあ、あんた、私の親のことをバカにするの。信じられないわ。マサトは本当に最低な嫁と結婚したのね。そうやって怒鳴ってくる義母。
こっちこそとんでもない姑に当たってしまったと思う。しかも義母は夫がいないタイミングを狙ってやってきて、私をいびってくるので本当に立ちが悪い。そして夫が帰ってくると、義母は態度を変えて笑顔になる。マサト、お帰り。お、母さん来てたのか。あなたを待ってたのよ。今日は一緒にご飯を食べましょう。私が作るわ。そう言って嬉しそうにご飯を作る義母。母さんの料理は美味しいから楽しみだよ。今日はマサトの好きなカレーよ。お、ちょうどカレーを食べたいって思ってたところだよ。さすが母さんだね。やっぱり親子だから直感的にわかるのね。そんな風に和気あいあいとした雰囲気で話す義母と夫。私に対してもああいう感じで話してくれればいいのだが、あんなに豹変してひどいことを言う姿を見ているので、義母の裏表の激しさには狂気を感じる。そして義母はこの時、さらにひどいことをしてきた。さあ、カレーを食べましょうか。そう言って私たちの前にカレーを出した義母。うん、久しぶりに食べたけどやっぱりうまいな。そう、ありがとうマサト。夫がそう言ったので私も一口食べてみた。辛っ。え？義母が作ったカレーはものすごく辛かった。私がびっくりして思わずそう声を漏らしたのを、夫は不思議そうに見ていた。そんな辛い？中辛くらいだと思うんだけど。私にとっては結構辛いかな。そうかな。夫はバクバクと食べている。どうしてこの辛いカレーをそんなに簡単に食べ進められるのだろうか。あら、のぞみさんは辛さにめっぽう弱いのね。そんなに辛くした覚えはないんだけどね。義母も普通に食べ進めている。もしかしてこの親子は味覚がおかしいのか。そんなことを思いながらも私は頑張ってカレーを食べきった。食べ終わる頃には汗が吹き出ていた。のぞみ、すごい汗だな。だって辛かったんだもの。普段運動とかしてないんじゃないの？体に溜まった悪いものが一気に出てるのよ。義母はそんなことを言っていたが、義母の悪口が耳に入ってこないほどに舌がヒリヒリして痛かった。そして義母が帰った後、私は冷蔵庫の中を見た時にあることに気づいた。それはタバスコが異常なほどに量が減っていたのだ。この時私は全てを悟った。義母は私にバレないように私に持ったカレーだけタバスコを大量に入れてものすごく辛くしたのだ。つまり夫と義母のカレーは普通のカレーだったということだ。私は呆れたと同時に義母に対してものすごく怒りが湧いた。いくら私とのやりとりで腹が立ったからといってここまですることはないだろう。それからは私は絶対に義母が家に来ても料理は作らせないようにした。義母に作らせると絶対に何か細工をして私に危険が及ぶ。そのため私ができる限り作るようにした。のぞみさんも働いてるんだし、私が作るわよ。いえ、大丈夫です。お母さんはこの家ではお客さんですし、夫の母親に作らせて嫁がサボるわけにはいかないです。私はそう言って、かたくなに義母に料理を作らせなかった。義母は一度、自分が私に対して毒を盛るようなことをしたので、私の料理をものすごく警戒していた。だが私はそんな子供じみた真似なんてしない。義母と同じレベルには絶対に落ちない。義母のようなことはしないと決めていたが、それと同じくらい義母のことは私も警戒していた。だから義実家で食事をすると言われても、私はうまく理由をつけていかないようにしていた。義母は自分の思い通りにいかないことに、かなり苛立っているようだったが、私の方が一枚上手だった。私の方からは
とことん義母とは関わらないようにした。そのような生活を続けて、ストレスはだいぶ減った。だがある時、夫が私にこんなことを言ってきた。のぞみって俺の親のことが嫌いなの。え？母さんがぼやいてたんだよ。私やお父さんのことを避けて、全然コミュニケーションを取ってくれないって。確かに言われてみると、しばらくのぞみは俺の実家に顔を出してないよな。俺の親のこと苦手なの。私は夫にそう言われて困ってしまった。だがこの際、はっきり言った方がいいだろう。実は私、お母さんから嫁いびりを受けていたの。え、嫁いびり？うん、マサトがいない時を狙って、いろいろとひどいことを言われたの。それに結婚したばかりの時に、私がお母さんのカレーをすごく辛いって言った時があったでしょ。あの後冷蔵庫を見たら、買ってからそんなに使っていないはずのタバスコが半分以上減っていたの。あれは私のカレーにだけ、ものすごい量のタバスコを入れたのよ。だからあれ以来、お母さんの料理を食べるのが怖くて。あなたの実家に行ったら、お母さんが料理をする確率が高いから怖くて行けなかったの。今まで黙っていてごめんなさい。私は正直にすべてを話した。夫なら分かってくれる。そう思って勇気を出して話した。だが、夫の反応は私が思っていたものではなかった。のぞみ、それ本気で言ってるのか？母さんがそんな意地悪をするはずないだろう。え？いくらなんでもひどすぎるよ。ちょっと待ってよ。私は本当に嫁いびりをされたんだから。それはお前の被害妄想だ。母さんがのぞみの分のカレーにだけ大量のタバスコを入れた。そんな子供みたいなこと、母さんはしないよ。それなのに、そんな疑いをかけて勝手に避けるなんて。夫は全く私の言葉に耳を傾けてくれなかった。それから夫との関係は少しずつギクシャクしていった。会話も減っていき、一緒にいても気まずい日が増えた。だからか夫は残業を増やしているようだ。最近は帰ってくる時間がいつも遅い。そして出張をする頻度も多くなっていった。家で一人でいる時間が増えるのはありがたくもあったが、それと同時に寂しさも感じていた。そんな中、私は両親から家族旅行に誘われた。最近のぞみ元気がないみたいだし、お父さんと話し合った結果、休みを取って旅行して2泊ほど旅館にでも泊まろうっていうことになったの。もちろんのぞみが良ければだけど。私は2つ返事で了承した。行く、行きたい。こうして2泊3日の家族旅行へ行くことになった私。気まずいが、夫にも一応伝えた。〇〇の日付から3日ほど旅行に行くから。わかった。それで晩ご飯とかだけど。ちょうど出張が入ってるから気にしなくていいよ。え、わかった。これで夫婦の会話は終了。どうしてこんなことになってしまったのだろうか。私はショックを感じながら、とりあえずは家族旅行で一度リフレッシュしようと思った。久しぶりの親との旅行は楽しくて、今までのストレスが少し解消された。温泉に入って体をほぐし、美味しい料理を食べて幸せな気持ちになった。2泊もしたので、十分に観光もできて、とても満足のいく旅行ができたと思う。そして私は一旦実家に帰って、ゆっくりした後に家に帰った。その日は月曜で、夫は1週間ほどの出張に行っている途中だ。明日帰ってくるので、私は夫が帰ってきたら改めて話し合おうと思った。こんな風に気まずい関係が続いているのは良くない。もう一度ちゃんとやり直そうと思った。そう思いながら家の鍵を開ける。そして私は自分の部屋に入った。その時、何か違和感を感じた。私が家を出て行った時と、何か違うのだ。すると、
微妙に物の配置が変わっていることに気づいた。私は部屋の中をくまなく調べた。クローゼットの中を見ると、かけている服の位置が違う。さらには引き出しの中がぐちゃぐちゃになっていた。そして私にとって、とても大事なものがなくなっていた。え、どうしてないの？私が家族旅行から帰ると、私の高級時計がなくなっていたのだ。私は30歳になった時に昇進したのだが、その時に自分へのご褒美として50万もする時計を買っていた。あまり傷つけたくないので、誰かの結婚式の時や仕事関係のパーティーなど、フォーマルなシーンの時に使うようにして、大事にしていた。その時計は箱に入れて、引き出しの中に入れていたのだが、なんとその時計がなくなっていたのだ。私は泥棒の仕業だと思った。今に行くと、なんとなくだが部屋が汚れている。私はすぐに夫に電話をした。もしもし。あなた大変。泥棒よ。え、泥棒？私のものがなくなってるの。なんだって？他に何も盗まれてないのか？俺のものとかは？調べてみる。頼んだ。俺もすぐに帰るから。うん。そう言って電話を切った私。そしてすぐに夫の部屋を調べた。だが夫の部屋は一切荒らされている様子はなかった。その時、私は不思議なものを見つけた。それは可愛くておしゃれな小さな紙袋だ。その紙袋は夫の部屋の引き出しの中に入っていた。どうやらプレゼントのようだ。もしかして結婚記念日がもうすぐだから、何か私にプレゼントしてくれるのかな。そんなことを思っていたのだが、そこには手紙も入っていた。表のところに〇〇へと名前が書かれていたのだが、私はそれを見て絶句した。手紙の宛名が私の名前ではなかったのだ。そこにはリサへと書かれていたのだ。一体、何よこれ。私は手紙を開いた。するとそこには、夫が私の知らない女性へ愛を語っている内容が書かれていた。私はすぐにそれを写真に撮り、そしてプレゼントも開けた。プレゼントは高そうな指輪だった。もちろん私に宛てたものではない。その指輪は私のサイズよりかなり小さかったからだ。私は普通の女性よりも少し指が太くてでかいので、指輪のサイズもでかいのだ。そして私は冷静になったことで、あることに気づいた。夫は地方に仕事の出張に行っているはずだ。それなのにすぐこっちに来ると言った。しかも30分ほどで着くとも言っていた。出張に行っているのなら、最低でも数時間はかかるはずだろう。私に出張だと嘘をついて、家の近くのどこかにいるということだ。つまり、これは夫が不倫をしているということだろう。夫は信用できない。この泥棒騒ぎについても私が自分で対処しないと。私がいろいろと準備をしていると、夫が慌てた様子で帰ってきた。のぞみ、家の中はどうなってるんだ？俺のものは何か盗まれていたか？いや、特に何も。だけど、私が買った高級時計が盗まれていたの。なんだって？ほら、私の部屋だけ微妙に荒らされた形跡があるの。他には今や台所も少し汚れたというか、誰かが使用したような形跡があって。すぐに通報しなきゃ。私がそう言うと、夫はハッとしたような顔をして私を止めた。いや、やめろ。母さんに家を貸してたんだ。は、どういうこと？だから俺とのぞみが家を空けている間、母さんに好きに使っていいって言ったんだ。え、どういうこと？あなた、鍵をお母さんに渡していたの？合鍵を作って渡してた。はあ。
そんなの聞いてないんだけど。なんで勝手にそんなことするのよ。だって母さんが共働きの俺たちのことを気遣って家の中を掃除してあげたいって言ったから。家の中は掃除されているどころか、私の高級時計がなくなってるんだけど。それはわからない。母さんじゃないかもしれないだろう。じゃあお母さんをここに呼んで。わかった。夫はしぶしぶ義母を呼んだ。義実家はこの家から近いので、義母はすぐにやってきた。あら、どうしたの？そんな険しい顔をして。お母さん、私の時計盗みました。あ、時計。何のことかしら。私は単刀直入に聞いたので、義母は一瞬動揺していた。この時点ですでに怪しい。のぞみ、ほら見ろ。母さんは何も知らないじゃないか。疑うなんてことはやめろよ。もしかして私、のぞみさんに泥棒扱いされてたの？ひどいわ、悲しいわ。義母は夫が味方についたことでいけると思ったのか、調子に乗ってそんなことを言ってきた。だが私だって負けるわけにはいかない。もし私の予想が間違っていたら謝ります。ですがお母さんが犯人だった場合は、覚悟しておいてくださいね。ふん、私はやっていないって言ってるでしょ。そうだよ。それなのにどうやって証明するんだよ。そんなの警察に調べてもらうに決まってるでしょ。警察。おい、のぞみ。警察沙汰になんてする必要はないだろ。もう警察呼んだよ。私がそう言うと、義母は一気に顔を青くした。もうすぐ到着すると思うので、お母さんも逃げずに待っていてくださいね。それから5分後、警察が到着した。そこで義母は地獄に落ちることとなった。私は警察に事情を説明した。義母は、私じゃない。と主張したが、夫から部屋の鍵をもらい、夫と私がいない間にこの家を使っていたことは、認めざるを得なかった。そこで嘘をついたら一気に怪しくなるからだ。もしお母さんじゃないのなら被害届を出して犯人を探し出してもらわないといけないですね。私はそう言って義母の不安を煽った。もしかしたら質屋とかに売られているかもしれません。街中の質屋を調べてもらえますか？私がそうやって警察に言うと、義母はわかりやすく、と動揺した声を出した。もちろん、警察はそれを見逃さなかった。そして質屋を調べ回り、防犯カメラなどの映像も見ると言った。そこで義母はようやく観念し、自分が盗んだということを白状した。お金が欲しかったのよ。それに嫁にはムカついていたし。そんな。まさか母さんが。夫は義母が犯人だったことにショックを受けていた。警察と一緒に私たちは質屋へ行った。私の時計は昨日質屋に出されたばかりらしく、まだ誰にも買われていなかった。自分へのご褒美に買ったお気に入りの時計が戻ってきて、本当に良かったと思う。さて、ここからはアホな義母と夫への制裁タイムだ。とは言っても、義母は今回の窃盗事件で義父に愛想を尽かされて、離婚届を突きつけられた。親戚や近所の人たちからも泥棒として認識され、完全に仲間外れにされたようだ。そして私は義母から窃盗の示談金として、100万を支払ってもらった。また夫に対しては、少し時間をかけたが私は更新状を使って、不倫の証拠を手に入れて離婚を突きつけた。夫はまさかバレているとは思っていなかったようで、離婚と慰謝料を要求すると顔面蒼白の状態で膝から崩れ落ちた。そして夫と正式に離婚が成立し、慰謝料を夫と不倫相手に支払ってもらった。
元夫は不倫相手と一緒になろうとしたが、元義母が無理やり元夫の家に転がり込んでしまったため、不倫相手は嫌気がさして逃げたそうだ。現在、元夫は寄生虫状態の元義母を養いながら、慰謝料も支払って極貧生活を送っているようだ。一方、私は実家に戻り、両親と平和に暮らしながら仕事に打ち込んでいる。しばらく恋愛はいいので、このまま仕事を頑張って成果を上げることに集中しようと思う。さすがはバカな弟の嫁だわ。こんな汚い真似をして、あんた何様のつもり？は、汚えのはお前だろ。何様って？私はここのマンションの名義人です。お姉さんこそ何様ですか？居候の分際であまり調子に乗るべきではないと思いますね。は、お父さんに連絡させてもらいました。もうすぐ迎えに来るはずですよ。私はのぞみ、夫の正人とマンションで二人暮らしをしている。お互いに仕事を持っている私たちはそこそこ多忙であり、平日はすれ違いになることが多い。だからこそ私と夫はお互いの共通する休みである土日をとても大切にしている。二人でご飯を作ったり、映画を見に行ったりすることに時間を使っているのだが、それを邪魔する者がアポなしで我が家に押しかけたのだ。それは義姉の奈美子である。義姉はもともと義両親と暮らしていたのだが、半年前に義母が他界すると、義父は義姉に家庭のことをしろと強制した。義姉はこれに猛反論したのだが、私と夫は義父の意見に一理あると思っている派だ。なぜなら義実家は賃貸であり、その家賃や生活にかかるお金をすべて義父が負担している。義姉はといえば独身で30を超えた今もフリーターだ。何不自由なく生活が保障されているのは義父のおかげであり、家のことを担うくらいはやるべきだと思う。これまでは義母が緩和剤の役目を果たし、なんとかうまく回っていた義実家一同だが、義母なき今、今まで通りとはいかないだろう。しかし義姉は責任のない生活にこのまま身を投じることを好んでいる。つまり二人は平行線のままだ。それに耐えきれなくなった義姉が我が家に助けを求めてきたというわけだ。義姉は助けてと泣きつくが、夫は猛反発した。これは結婚前から分かっていたことだが、夫と義姉はとても仲が悪い。と言っても夫が一方的に義姉を毛嫌いしている。彼曰く世の中をなめた生活をしている義姉が昔から許せなかったそうだ。私も夫と同じくいい年して定職に就かず親にぶら下がっている義姉に対してあまりいい印象を持っていない。そんな中で義姉は懸命に自分の主張を私に訴えるのだ。のぞみちゃんの所有しているマンションの一室に住まわせてほしいの。義姉が我が家を訪ねてきた時点でおおよその見当はついていた。私の両親は土地持ちであり、それを有効活用するために店舗型マンションを建て、今やテナント料や家賃収入で悠々自適な生活を送っている。そして一人っ子である私は、最も税金がかからない形でそのマンションのいくつかを両親から譲渡されている。そこに目をつけたのが義姉だ。お姉さん、私、マンション関係のことはすべて管理会社に任せてるんです。だから管理会社を通してもらえればお貸しすることは可能ですよ。その手間を省くためにのぞみちゃんに直接頼んでいるのだけど。皆さんに同じ条件でお貸ししているので、手間でも管理会社を通してください。でも管理会社ってのぞみちゃんのご両親の会社でしょ。のぞみちゃんから話してくれれば早いと思うんだけど。確かに義姉の言う通り、その管理会社は両親の会社だ。だからといって、
フリーターの技師を私の所有するマンションに住まわせるつもりなど最初からない。そしてここではっきり断れば角が立つ。長い付き合いになるであろう義家族とギクシャクなどしたくない。どのみち技師がマンションを借りるなどできるわけがない。だから管理会社を通してやり取りをしてもらった方が技師も諦めがつくだろうと思っていた。そもそも技師は保証会社の審査に通らない。私のマンションはすべて保証会社を通している。これは昨今では当たり前のことだ。少し前までは賃貸契約時保証人を立てていたのだが、これではオーナー側が食いっぱぐれるリスクがある。しかし保証会社を通せば賃料に限ってはマイナスになることはない。保証会社だってビジネスだ。フリーターの技師の審査が通らないことは想定済みだった。案の定技師は審査落ち。結果私の所有するマンションは借りられないで決着がつくはずだった。しかし技師は私の想像のはるか斜め上を言っていた。その日も技師はアポなしで我が家に訪ねてきたのだが、ドアを開けるなり技師の目は泣き晴らしたのか真っ赤に腫れ上がっている。のぞみちゃんのマンションって審査が厳しいのね。いやそんなことはないと思いますよ。こういう時に限って夫の帰りが遅い。私ね、もう行くところがないの。技師は目の前でメソメソしている。こういうのやめてほしいんだよな。こんなことされてもどうしてあげることもできない。というかまあ助ける気はほぼないのだ。お願い、1ヶ月でいいから私をこの家に住まわせてちょうだい。え？お願い、行くところがないの。それに私ね、もうのぞみちゃんたちに迷惑かけないって決めてるの。就活をしたいのよ。この1ヶ月で必ず仕事を見つけるから、それまででいいからお願い。それはつまり定職を持つってことですか？ええ、そうよ。だからお願い。定職に就く。これは技師にとって初めてのことだ。そこまで覚悟を決めているなら、まあ嫌だけど1ヶ月という限定的なものなら我慢もできる。何よりこのままフリーターでいられることの方が困る。ギフトは仲違いしているし、技師は独身だ。この先彼女が生きていく上で絶対にお金は必要になってくる。その時までフリーターでいられたらこちらに火の粉が飛んでくる可能性が高い。それを今1ヶ月我慢することで回避できるなら先行投資みたいなものだ。私は答えを保留にし、帰宅後の夫に相談を持ちかけた。すると夫は何とも言えない顔をしている。俺、姉さんマジで嫌いなんだよね。でも確かに今1ヶ月我慢して後々の面倒事が回避できるなら手を貸した方がいいかもしれないっていうのは一理あるよね。私もそう思うんだよね。老後の面倒を見てくれって言われる方が、私たちも年を取った後だし、しんどいと思うんだ。でもここでお姉さんが頑張ってくれるならまあいいかなとも思ってるんだけど。うん、わかる。でものぞみちゃんは本当にそれでいいの？前にも話したけど、あの人マジで何もしないよ、家のこと。それにマジでだらしないよ。っていうか俺我慢できるかな。まあ先行投資ってことだね。一応はあの人俺の身内だし、俺がのぞみちゃんに迷惑かけないように気をつけるからね。ありがとう。私も協力するよ。1ヶ月大変だと思うけど、なんとか乗り切ろっか。本当ごめんね。
こうして構えに構えて臨んだ限定同居だったが、いきなり肩透かしを食う。なぜなら義士はとても従順だったから。彼女は居候であることをきちんと理解しているのか、厚かましいことは何一つしない。家事も積極的にこなす。食事の用意も進んで手伝うし、仕事から帰宅すると掃除機なんかをかけてくれた形跡がある。もしやこの1ヶ月はそこまでストレスにならないのではないかと思った。夫も今まで見たことのない姉の姿に少なからず動揺しているようだ。なんか構えてたけど、お姉さん結構普通っていうか、ちゃんと立場をわきまえている感じだね。うん、なんか俺もびっくりなんだけど。そんな話を二人でしたものだ。義士は職案にきちんと通っているようで、テーブルに紹介された企業の用紙を並べては思い悩んでた。のぞみちゃん、就職決まったよ。本当にいろいろありがとう。それは限定同居が終わりを迎える頃のことだ。おめでとうございます。しかも正社員だよ。よかったですね。私もとても嬉しいです。お姉さん頑張ってましたもんね。いろいろお世話になったね。ほんとのぞみちゃんのおかげだよ。寮もあるし生活もなんとかなると思う。だけどね。喜びに満ち溢れていた義士の顔は一瞬で影を落とした。私が借りる予定の寮がまだリノベーションが終わってないんだ。あ、のぞみちゃんお願い、あと少しだけでいいからここで同居させてくれないかな。リノベーションが終わるまでの間でいいの。ほんと迷惑なことばかり言ってごめんなさい。いや大丈夫ですよ。お姉さんは頑張ったんだし、あと少しくらい協力させてください。のぞみちゃん本当にありがとう。私はこのまま義士と良好な関係を築けていけると思っていた。だからここで私は夫の了解を取ることなく義士の意思を受け入れてしまったが、これはきちんと夫に相談するべきことだった。自分が些細なことだと思ったことでも、夫と私は夫婦だ。なのに私はそれを怠った。まあその罰が当たったのだと今は猛省している。帰宅した夫には事後報告になってしまったが、そのことを話すと彼の顔は明らかに曇った。この時自分がミスをしでかしたことに気がついたが、夫は私の考えを受け入れてくれた。勝手に判断しちゃってごめんね。うん、相談してほしかったな。本当その通りだと思う。ごめん。過ぎたことは仕方がないよ。これからはどんなことでも相談してほしいかな。はい、ごめんなさい。夫は義士の嫌なところを物心ついた時から見ているんだ。そりゃあれだけ義士を嫌っているのだから嫌だったよな。本当に申し訳ない。そして時が過ぎていくごとに、夫の懸念した理由が私にも理解できるようになっていくのだ。義士は正社員になってからというもの、家のことを全く手伝わなくなった。口では慣れない作業で疲れててごめんねと言うが、確かにずっとフリーターだった彼女がいきなり家事と仕事を両立することは不可能だろうとおもんぱかった。しかしさすがに服を脱ぎ散らかすのはやめていただきたい。お姉さん、洋服は洗濯かごへお願いします。私は帰宅した義士に声をかけた。あ、ごめんね。そうだよね。何度かこんなやりとりを続けたが一向に改善されない。そして見かねた夫が声をかけると、義士は居候としてありえない発言をした。お前は私の弟だろ。黙って私の世話をしろ。私仕事で疲れてんの。
見りゃわかんだろ。約束が守れないならリノベとか関係ねえから、すぐにでも出てけ。ちょっとお姉さん。ああごめん、のぞみちゃんに言ったわけじゃないからね。あの、私もマサトさんと同じ考えですよ。ちゃんと約束は守ってほしいです。うん、そうだよね。ごめんね。今日からちゃんと気をつけるね。義士の表現ぶりに引いてしまった私は、彼女の滞在を延長してしまったことをかなり後悔し始めていた。夫にいらぬストレスを与えてしまっている。本当に申し訳ない。この一件から義士が洋服を脱ぎ散らかすことはなくなったが、新たな延長は1ヶ月を過ぎようとしていた。お姉さん、寮のリノベってどうなってます？私は音沙汰のなくなった義士の寮について尋ねた。ああごめんね、報告してなかったよね。なんかね、欠陥が見つかったんだって。え？強度が足りないとかで基礎に何か貼り付ける作業で入居が遅れちゃってるんだよね。何かを貼り付ける作業？なんだそれは。まだ同居が続くのか。義士は私に何かをしてくることはないが、弟である夫には未だに当たりが強い。あと、どのくらいで寮のリノベ終わるんですか？それがその点については何の連絡も受けてないの。そうですか。そんな話をしていると夫が帰宅した。すると、義士は同僚と食事をする約束がある、と出かけていった。そして夕食時、私は夫にその話を伝えた。あのさ、なんか、怪しくない？え、何が？リノベの話だよ。まあ、確かに。でも基礎値がどうたらって話してたから、それだったら結構時間かかるよね。ちょっと相談があるんだけどさ。なるほど。私は夫に提案されたあることをやってみる価値はあると賛同した。そして即日で義士がそのトラップに引っかかったのにはもう呆れるしかないし、つくづく自分のバカ野郎って思ったね。翌日、私と夫は義士の帰宅を待った。ただいま、今日も仕事疲れたな。話しながらリビングに入ってきた義士は、静まり返る私たちを見てキョトンとしている。どうしたの？何かあった？あったじゃねえよ、お前な。マサト君、私に言わせて、こうなったのは私のせいだから。私は夫を制止した。お姉さん、確か正社員になったんですよね？うん、そうだよ。お休みの日はいつでしたっけ？土日休みだけど。今日は出社してたんですか？当たり前でしょ。今日は平日だよ。ちょっとのぞみちゃん、どうしたの？では、どうしてお姉さんの姿が、私たちが帰宅する1時間前まで、このリビングに映っていたんですか？お姉さん、私たちが出社した後、30分で家に戻ってきてますよね。何のこと？義士は明らかに動揺していた。お姉さん、これ見てください。私はパソコンを義士に差し出した。そこに映っているのはリビングでダラダラと過ごす義士の姿だ。我が家のリビングには私と夫が共同で使うパソコンが置かれている。義士の行動を怪しんだ夫は、ここにウェブカメラを設置した。そして、そうとは知らない義士の傍若無人ぶりがはっきりと録画されている。しかも音声までバッチリとね。義士は友人と電話をしていたのか、そこで私と夫のことをボロクソにこき下ろしていた。騙されてることにも気がつかない、バカな弟夫婦。就職なんて一生する気はない。のぞみに取り入って、ゆくゆくはマンションの一室をもらうつもり。などなど、
聞くに耐えない発言ばかりが並んでいた。お姉さん、正社員になったって嘘だったんですね。目の前で職案からもらってきた紙を真剣に見てたのもパフォーマンスですか。さすがは、バカな弟の嫁だわ。こんな汚い真似をして、あんた、何様のつもり？は、汚えのはお前だろ。何様って、私はここのマンションの名義人です。お姉さんこそ何様ですか？居候の分際で、あまり調子に乗るべきではないと思いますね。は。お父さんに連絡させてもらいました。もうすぐ迎えに来るはずですよ。ちょっと、何してんの？逃がさないよ。お前、父さんに借金してるんだってな。あんたに関係ないでしょ。義士は血相を変えて慌てていたが、間もなく駆けつけた義父と義父の弟家族に連れられていった。真面目に働き出したと思っていた義父は、今回のことで義士をおじ家族に預けることを決めたという。おじ家族は田舎で農業を営んでいる。働くことが嫌いな義士はそこで働くことが決定した。義士は父親への借金と我が家で暮らした2ヶ月弱の生活費を払い終えるまで、ビビたるお小遣いをもらって暮らしていくそうだ。やっぱり性根ってそう簡単に変わるものじゃないんだね。夫は今回のことで二度と姉を助けないと決め込んだようだ。私も大いに反省した。久しぶりに二人の生活を取り戻した私たちは落ち着いた生活を送っている。そしてこの先、もしまた義士が助けを求めてきたとしても、二度と手は差し伸べない。私は自分たちの生活を守っていくのだ。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。